ヤッホー、あ、来なくなっちゃった。はい、ということで、本日のデートのお相手はコナンです。はい、お願いします。お願いします。さっき、コナンが来る前、コナンって呼んでいいんですか？コナンが来る前に、動画回してて、今ちょっと横浜の方でデート、中華街のね、はい、デートしてきました。で、今帰る前の車の中を撮ってるんですけど、デートの方はコナンの方のチャンネルで、流れるので、ぜひそちらの方を見てほしいなと思います。はい、こっちのチャンネルではちょっと、まあ、車内トークというか、まあ、ゆるくクリスマスということでね、恋愛話でもちょっとしていけたらなみたいな感じで、いい、ね、さっき中華街行ってきても、カップルがほぼでしたね。めっちゃいたね。でもさ、正直さ、食べ歩きじゃん、あれ、で結構出来たて系多いじゃん。はい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 、マジでちょっと初心、まだ付き合いたてのカップルとかさ、ちょっと気まずいくらい熱くない？正直思う？思うと思う。でもその暑いからどうとかじゃなくて、どうなんだろうね、それがいいっていう人もいそうじゃない？まあこう反応とかもさ、暑いとかもできるから、なんかそれさ、大人の人とかやけど、コナン高校生の時だったら無理だったんだけど、なんか恥ずかしくて彼氏の前で、ああそういうことね、こうなんか食べにくい食べ物とかさ、ああそうなんだ、そうなんか多分女子って多分ポップコーンとかあるじゃん、映画館、ああいうのも恥ずかしい人絶対多いと思う。嘘、まだ若い頃とかめっちゃ食うイメージだよ。コナンめっちゃ食うよ。コナンは、ね、ポップコーンもめっちゃ食う。めっちゃ食うよ。待って、なんで乗せるし、ディズニーね、回せたらね、めっちゃ面白そうじゃない？ディズニーも行きたいんだよ。ディズニーそれこそ行く、じゃあ彼氏と行きます。耳とかつけてほしい。どっちでもいいかも、意外に。おお、いや、なんか俺はどっちかというと、つけてみたい願望がある。ああ、でもそっちの方が絶対好印象。あ、そうなんだ。だってつけてって言われてさ、やだよっていう人よりもさ、全然つけてくれた人が、なんかディズニーなんだからって思っちゃう。ああ、なんかもうその場しか、あんなのだって普段つけられないわけ。まあまあまあ、夢の国感がね。あ、そうそうそう、確かに確かに。ディズニーってでもね、デートでも行ったことないからあれなんだけど、結構行かない方がいい。あの、ね、真夏はマジでやめた方がいい。あ、そういうこと。ただ真夏に行った時があってさ、普通に暑すぎて、ただ超暑がりだから、背中からも汗かくタイプだからさ、なんかもう暑すぎてイライラしたんだけど、女の子からするとそれは嫌だよね。化粧とかの問題もある。そう、メイクも落ちるし、普通に汗だくすぎるから、冬ってどうなんだろうね。でも、どうだろう、寒くねっていう。いや、絶対寒い。だって待ち時間とかやばそうじゃない？でも暑いか寒いかって言われたら、そこの多分寒い方がいい。寒い方がいいとは思ってるけど、どういざさ、今日も中華街行って1時間でこのマジでキンキンだったから。でもこれ持ってたからじゃん。あ、これをね、これ。いや、だとしてもやっぱ暑い方がいいかもしれない、この寒いより。暑い方がいい？あ、マジ？多分。へえ。冬ってもう来ても来ても寒い場合はもうどうしようもできない。しかもさ、寒いと何もさ、そっから補充することもできないんじゃん。そうなの、もう着てきたものじゃん。それで勝負するしかない。そうそう、夏は氷とか冷たい飲み物とか、あるよね、なんとかいけんだよね。めっちゃ薄着でラフだし、冬のがしんどいかも。しかもあんな待ち時間なんかさ、外じゃん。だから結局春夏、あ、春秋、春秋がいいんだ。がいい。デートでサウナってどう？全然あり。ほな、あ、マジ？付き合ってたらでしょ。付き合ってて、全然行く。なんか嫌な子いるかな。逆にいるか、そりゃ付き合いたてとかだったら。あ、いや、でもでしょ、わかんない。コナンは多分嫌なことないよ、それで言うと。あ、マジ？うん、そういう子がいいよね。でもなんか多分そもそもあんまり気を使われたくもないし、気を使いたくもない性格だから。サウナってさ、じゃあ、男女で入れる、ところも少ないわけじゃん、だからまずそこにまずさ、サウナ自体にハードルがあるからさ、でも確かにサウナが好きじゃない子からしたら結構苦痛な時間だよね、サウナって。でもさ、サウナ好きな人最近多いよね。最近は好きじゃん。結構全然好きだよ。
行く。でもそのわざわざ例えば自然を探して自分で行くことはない。ただその友達と旅行行った先にサウナがついてるのが楽しくないってなって、サウナついてるのを選ぶとかはあるんだけど、はいはいはい、こう日常生活でわざわざこう探していくことではない。でも普段から全く行かない人からしたらさ、多分3セットとか多分耐えれないよ。普通に1セット目で結構ダウン。そう、うん、なんかさ、岩盤浴とかもあるの。あ、岩盤浴のが多分女子はいい人多そう。一時期めっちゃ行ってたもん、事務所のとこ。岩盤浴？うん、そう、岩盤浴もあるしサウナもあるから、一旦岩盤浴で温まってお風呂についてるサウナで2セットくらいやっててみたいな。サウナでも誘えねえな俺は。まあ確かに付き合ってないときついかも。じゃあ付き合う前とかいい感じになったときにさ、うん、なんかどこなのかなみたいな。でも海とかも苦手だよね。うん、なんかベタベタするのが嫌だよね。そう、あ、分かる、それはめっちゃ分かる。しかも俺の何職業柄というか、うん、上オフの日にまで裸になりたくないというか、うん、確かに確かにね。そう、水球でも十分。そう、なんか海でまで。え、海泳げる？いや、泳げるもん、それは。え、海がすごいじゃん、海は。なんか関係ない、関係ない。すごっ。え、じゃあ何？溺れてる人とかいても全然全然助けれる。え、すごいね、それ。あ、でも俺、そういうに関しては一番男を見せれるところなのかもしれない。いいじゃん、そんな、そっちのが絶対いいじゃん。なんか男は、なんか浮気する生き物とか言うじゃん、みんな。それが結構ね、言い訳というか、なんていうか。浮気する生き物って何？そうそう、そうなんだよ。単純に欲に負けてるだけ。あ、そうそうなんだよ。だからちょっとそれちゃんと伝えてあげて、欲に負けてるぞって。うん、あとなんかあれだよね、浮気の基準人それぞれあると思うけど、はい、男の人のが誘惑系は多いっていうかさ、お店とかもそうだし、はい、女の子よりはすごい気軽じゃん。はい、気軽に手出せるじゃん。はい、だから余計とじゃないのか。お店とか行かないな。だからそれはもうごくわずか。マジ？え、じゃあ周りの友達も行ってないってこと？行ってない人多いよ。え、本当に行ってる？どうだ、あつし君の年なんかの。え、違う。ね、そんなことありえん？対話が違うからね。うん、いい。でもアスリートもチャラい人はチャラい。まあ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 、チャラい人はチャラいけど、モテないアスリートとモテるアスリートの違いじゃない？え、モテる人は何？じゃあモテる人はそういうことしてる。あ、お店とかは行かないかもしれないけど、なんか結構遊ぶっていうイメージはある。あ、え、このマジのさ、ちょっとコナン分析になるんだけど、はい、このアスリートのその友達、はい、結構何人かいるんだけど、はい、本当に真面目か、うん、本当にチャラいかの二択じゃない、アスリートって。あの真ん中がいないっていうか、本当に超遊び人か。それはあるかもしれないね。逆に超真面目、超一途、真ん中は見たことないんだけど、今まで。それで言うとちょうどいい真ん中がいない。でも真ん中である必要もないよね。まあ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 、そうね、そうね。なんか俺が主にアスリートってやっぱモテるってイメージが強いから、多分モテる子はそうなっちゃうわけ。チャラくなるとかさ、チヤホヤされるから。そうかそうか。しかもなんかいろんなさ、恋愛リアリティ番組とか見ててさ、例えばバチェラーとか見てても、残るのがさ、アスリートね。確かに。あれってそれをなんか見てた時に、うん、アスリートって恋愛の表現の仕方が上手いとか、チームで活動したりしてるから、うん、人の気持ち分かったりさ、うん、気が使えるとか、多分そういうのがあるから持ってっちゃうのかな。え、だって超一途な人は超一途じゃん、うん、ってイメージある。なのにさ、超遊ぶ人はさ、別に奥さんいようが遊ぶじゃん。そうなんですか。分かって、コナンのあくまでも。はい、そうだね。なんかいろいろね、ニュースとかになるもんね。そう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 、だからもう遊ぶやつマジ一生遊ぶなんて。まあでも別にアスリートに限らずだと思うけど、そこはね、浮気しない人マジいないんじゃない、人類に。いるいるいる。ね、本当にそれ。え、いるよ。しないやつは本当にしない。しないし、例えば韓国ドラマとかね、うん、この人めっちゃいい、うん、まっすぐで男らしくて、うん、みたいなやつをやっぱ女の子はさ、こんな人いないかなってなるわけや、うん、ああいう男らしくてさ、うん、俺ああいう人いないって思ってたんだけど、うん、知り合いに一人いたんだ。そんなことある。うん、結婚しちゃったけど。だからその本当に、うん、あのそういう有料物件の人は、うん、もういないの。もうみんな彼女とかいるの絶対に。ああ。もう売り切れちゃってるケースが多いわけじゃん。そ
るわけじゃん。どうした男って感じだけど、こんなさ素晴らしい素晴らしい女性がいるというのに、ここにいるのに気づいてないのか、まだちょっとわがまま、わがまま娘すぎるのかな。いるって思ってるよね多分みんな。てかこの思うのがジュキアのせいもあんの。これはマジであんの。だからちょっと最近は動画控えてんだけど、本当に付き合ってると思われてる。俺は思わないけどね。てかあの距離感だったら付き合ってたら動画でできないなって思う逆にね。って考えるのがうちらの世代なの。でもやっぱこう若い子とかからしたら、うん、マジで付き合ってると思ってる。下手したらもう同世代でもそう思われてる全然。あマジ。だからそのせいで多分コナンは事件の動画も乗らなくなったら、だってモテるもある程度絶対に動画効果はあんの。でも事件とコナンちゃん実は付き合ってそうだしなっていうの絶対ある。だからここで宣言しとく。ないですないです。ここで言うともう付き合う可能性はゼロ。事件と付き合う可能性はゼロなので、あの全然なんかアタックとかしてくださいねみんな。え本当だよ。でも本当だよね、うん、それで言うとなんか僕もなんでなんかって思っちゃう。なんか気づけば、うん、そうそう、なんかお願いしますって感じなんですけどね。はい、ということで都内帰ってきたということで、今日はありがとうございます。ありがとうございました。暗い時間までドライブして帰ってきたんですけど、コナンちゃんのいろんな話を聞けたかなって僕自身思います。皆さんもなんかコナンちゃんのね気になることとか聞けたと思うんで、またなんかデートできたらいいなって思います。お次はどこ行くのかちょっとわからないですけど、お花見とかね。お花見いいね。で公園でね、公園でお花見とかいいでしょ、うん、次回はそういうことで、はい、デートの方の企画はコナンちゃんの方 YouTube の方で流れると思うので、ぜひチェックしてください。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。